ベッターは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ軍の小都市である。プロイセン統治時代の襲名に基づく、ベッターという名称は一般には定着せず、事実上鉄道関連でのみ用いられたが、現在もこの町の駅の名称に用いられている。ベッターは、ブルクバルトの西端、ベトシャフトガーの谷に位置する。マールブルクの北、約14キロメートルにあたる。 ビーデンコプフやラウトフェタールに接する街の西部地区はもうロタール山地内であるザックプファイフェンフォア平原と呼ばれるこの地域には高さ510メートルのホラーベルクがあるこれが町内の最高地点であるベッターは北はローゼンタール東はラウシェンベルク及びケルベ南はラーンタール南西はラウトフェタール西はビーデンコプフ及び ミュンヒハウゼンと境を接する。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたベッ,ベッター・ベッターはエイバー・ハルディ文書に初めて記録されている。この町は王領に面して発展した地区の中央に位置するカロリング町の王帝であったと推測されている。近くのクリステンベルクにあったフランク人の城がその成立に関連している可能性もある。この町は フランクフルト周辺地域からザクセン人の地方へ南北に通る重要な広域通商路であったバイン街道の都市地に位置していた。考古学的発掘によってクロスターベルクの入植地は8世紀にまで遡ることが分かっている。11世紀から家畜が飼育されていたことも動物の骨が出土することで証明されている。市場長ベッターは1223年にシーブス。 として記述されており、これにより、ヘッセン州で最も古い地の一つとされている。1235年にはすでに5人の市民と審判人が記録されており、都市権を有していたことがわかる。ベッター修道院はおそらく11世紀の初めに創設された。この修道院は、オットオケとの関係が推測されている。この修道院は、1108年に初めて文献に記録された。 修道院は、後には、貴族の女性を受け入れるだけでなく、教育機関としても利用された。エリーザベト・フォン・チューリンゲンのマールブルクでの活動や、この聖女の破壊の巡礼によって、マールブルクが発展するにつれ、ベッターの発展に、陰りが生じた。その後マールブルクが、ドイツで最も重要な巡礼地の一つとなり、16世紀に、フィリップ大学マールブルクが創設されると、ベッターは、 急速にその重要性を失っていった。度重なる火災によって、修道院教会などのわずかな建物を残して、何度も町が消失したこともこの町の発展の妨げとなった。ベッターの審議会は31議席からなる2012年3月4日の直接市長選挙では、当時無所属現職のカユーベ主家がーセントの票を獲得して再選され、 同年7月1日から6年間の任期につくこととなった。宗教改革の過程で、ヘッセン法。これは、現在市長局に引き継がれている。市当局は、現在も、空位の牧師職に対する候補者を教区監督官に推薦する権利を有しているのである。このため、市は、教会の建物を維持管理する責任を負っている。ズガラ、禁じ、寄付に、 緑の身分の山。その上に三輪の銀の花をつけた緑の百合、その両側に二枚の傾いた小立があり、その中には、ヘッセンの獅子とマインツの輪がそれぞれ描かれている。紋章の中に小立として描かれているのは、かつてこの町を共同で統治したヘッセン砲博と、マインツ大司教の紋章である。オーバーロスフェの郷土博物館1993年に設立された、 私立文書館は16世紀初めの市や三次会の資料を保管している。さらに市と教会との間の連絡の手紙を収集している。重要なのは17世紀初めの役所の大帳である。いくつかの書館は失われたベッター修道院の中世世紀の手書き書類であると同定されている。ベッター修道院の書類は修立文書館マールブルクに収蔵されている。 7年に一度グレンツガングフェストが開催される。次回は2015年8月である。1939年のグレンツガングフェストの際に、ベッター出身のカール・アルベルトは、グレンツガングの歌を作詞し、これ以後、この祭りでは、ベッター市民によってこの歌が歌われる。オストベスト・ファーレン・リッペ地方からコルバッハや、フランケンベルクを経由して、ラーアンタルイコールメッティンゲンへ至る、連邦堂。 B252 号線が地域を南北に通っている。ベトシャフト川の谷に位置する地区の交通渋滞解消のためにバイパス道路の建設が計画されている。しかしこの西バイパスと呼ばれる道路の建設によって重要な自然保護、近郊保養地区が破壊されるとして強く反対されている。ブルクバルト鉄道はこの町とマールブルクやフランケンベルクとを結んでいる。 この鉄道を運営するクールヘッセン鉄道はフランケンベルクとコルバッハとの間の区間への継続運行再開を計画している。ありがとうございます。